はい、というわけでね、パンチクラブやっていくんですけど、ちょっとね、なんか今までの動画見てるとわかるんですけど、結構なんか一定の行動しかしてないっていうか、寝るか筋トレするか、ちょっとなんか試合やってちょっと順位上げるかどうかみたいな感じ、ちょっとワンパターンのね、動画ちょっと多かったと思うんで、まぁ、ちょっと今回からね、なんかイベントが、なんか専用のイベント、特殊イベントとかが起きたら、まぁ、ちょっと動画にしようかなというふうに思います。まあなんでね、まあちょっとこれの動画がどうなるかちょっとわかんないんですけど、まあちょっとまあ今回の動画もしかしたら、なんか展開によってはもうなんか1位になって終わっちゃうんじゃないかってぐらい、多分ちょっとハイテンポでいくんじゃないかなと思うんで、お願いします。あ、そう、これなんか、あれだけ、これがなんか夜直しヒーローモードみたいな感じなのかな。じゃあちょっとバイカの遊園地でも行きますか。ここで移動して、これなんか前回出てきた敵にちょっとボロボロ負けちゃったもんな。まあ、とっ捕まえてやるつもりなんだ。この時に強い仮面ヒーローとかの手を変えたらいいんだけどな。こっちの方のイベントとか全然やってなかったもんな。我はダークフィスト。お前たちに力を貸してやろう。あんたはこれ、ワンコードも見ててくれ。なんか来るんだよね、この後。周囲から物を取る鳴り声が聞こえてくる。あ、出てきたね。おお、本物の仮面っぽいぞ。うわぁ、俺、掘るやつ欲しい。こいつ内臓破裂しそうだな。指一本触れさせん。出ました。でもこれどうなんだろう。844、ステータス的には、やっぱ耐久力高いけど攻撃力は低いから、まあ、なんとかなるでしょう。頑張れ、世直しヒーロー。頑張れ、僕らの世直しヒーロー。いけ、お、いいね。やっぱコンボ決まったらかなり強いよね。で、このコンボが決まんなければ結構ボロボロなんだけど、まあ、減り方はあっちの方が圧倒的に多いから、でもやっぱスタミナ高いな、相手。で、有利にここは立ちたいから、やっぱコンボで多めにダメージ与えてもらうしかないよな、ここは。あとやっぱスタミナの低さがネックだな、そう考えると。やばいやばいやばい。全然ダメージ与えてないよ。やっぱスタミナの低さネックだよな。でもスタミナ結構これでも低い方なんだよな。あかんな。まだ勝てないか。いやでもいけるぞ。ワンチャンいける。あーダメか。これでもダメか。ちょっとまだまだちょっと必要そうだね。鍛え方が。うむ、どうやだ。自分の力見余ったようだ。まだまだってことか。ということは成功させてみせろ。だから私はもっと準備を重ねなければ。なるほどな。いや、難しいな、ちょっと鍛えるのも。ちょっと一回ドーピングして、このスキルポイントとかも上げつつやっていかないと、ちょっと難しそうだね。じゃあまあちょっとまあ適度にスパリングとかしていきますか。まあちょっとバー行こうか。なるほど、バーに行かないか。たまには一発やってこうぜ。あ、行こうぜ。これは歩きで行くんだよね。あ、出た、闇の。裏社会、裏社会。ビールが宙待ってるわ。オーバードーズすんなよ。ビッフェルール。あー、これでか、なんか、これが、あれ、OK。ただなのかな、これ。へぇ、お金使っちゃった？あ、使ってないのか。どういう仕組みでこれ上がったんやろ。ええのかな、こんな、簡単に上げてもらって、上げてもってええんか。ちょっと時間過ぎたのかな。まあいいや、ちょっとまあ筋トレして、で、この後ちょっとバイト行くか。この後バイト行こうか。あー、いいね。やっぱちょっと時間経ってたんだね。なるほどね。で、まぁ、ちょっとまぁ、お金の稼ぎ、ちょっと今回少ないだろうけど、まぁ、ルーキーリーグをちょっと鍛えておきながら、いいね、いいね。いいじゃん、いいじゃん。俺のちょっと鍛え方がいい感じやない？結構。で、まぁ、これ徒歩移動でして、ちょっとね、やっぱお金ちょっと今少ないから、ちょっとここは大事にしておきたい。で、ギリギリまで持っといて、ギリギリまでお金を貯めようと努力しつつ、ここで一回ストップ。ここで一回ストップして。で、これ一回ちょっとスパーリング行くか。スパーリング行きゃこっちのもんよ。で、これで金を入れつつ、844。攻撃力やっぱもうちょっと欲しいかな。16、14。やっぱ一発は高いけど、でもこれやっぱもう一発すげえでかくなったら、もうちょっとね、敵に致命傷とかも与えられるから、もうちょっと待ってた方がいい気がするんだよな。もうちょっと待ってた方がいい気がするんだよな。14。これ倒せるかな。やっぱスタミナなくなっちゃうのちょっとネックだよな。スタミナを上げるか、もうスタミナがなくなる前に相手を倒せる攻撃力を持つかのどっちかやもんな。なるほどね。オッケー。じゃあやってみましょうか。戦いの始まりや。844。ちょっとなんか、あれだな、ステータスがなんかさっきの豚くんとちょっと同じやな。だとりあえずもう先に攻めよう。コンボでちょっと多めに。さっきなんか一発でなんか25ぐらいコンボで出てたから、それと同じことしてくれればいい感じ。
ダメか。やっぱこのスキルがね、どんぐらい強いのかわかんないんだよな。今でもなんかそんな恩恵みたいなものあんまり感じれてないんだよな。あ、でもいい感じじゃない？して、いい感じ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 。粘れ、粘れ。このまま粘ってくれればいけるよ。いいね。いいね。超いいよ。超最高。超最高。すげえ。うまく決まったな。8、20。いいね。スキルも多めに回ったぜ。今ファイト4位か。もちろんやりますね。もちろんね、受けますよ。で、スーパー行って、ま、今日は肉、ぶっ飛ばすアクトはないんだ。わー、安心安全が一番の気がするんだけどな。バイトまではまだまだ全然時間あるから、もうこれどうしよっかな。やっちゃうか。やっちゃった方がいいんじゃねえか。でも、スキル上げときたいもんね。オッケーオッケーオッケー。でも、全然相手のステータスは問題ない。士気低下、相手から受けられるため、あー。オッケーです。全然関係ないです。いいね。見た目ローリーと一緒だから嫌だ。叩きたくない。親友と一緒なんだよ。親愛なる隣人となんで見た目一緒なんだよ。嫌だ。せめてこのドットだけにはしてほしくねえな。あ、で待って。ロイ・ジャクソンか。あ、ロイなんだ。通貨ロイなんだ。それは知らなかったわ。ロイも参加してたんか。もうこれ勝つよ。オッケー。すまねえな、ロイ。これも戦うためなんだ。許してくれ。ミスターワイさん。ミスターワイさん。あ、花あった。俺もか、あ、これいつも言ってるやつね。いや、今日は本調子じゃねえんだ。言い訳すんなんやけどね。それはよかった。でもまだある。あ、よかったよかった。それ、翻訳そのまますぎるよ、ちょっと。で、これで試合が終わったんで、お金ちょっとね、使っておきたいっていう部分もあるけどね。どうしようかな。まあ、ちょっとどういうの言え。いやでも、他のところにも多分花とかあるんだろうな。チャイナタウンとかちょっとブラーって行ってみるか。チャイナタウンブラーって行って花とかありそうだけどね。花ない。ありそう。探せばありそうだけど、ないね。ないね。久しぶりにちょっとバーでも行ってみるか。そっちから行くんだ。花ありそう。あった、花。いいね。あと3つ。今必死で花探してます。標本のために己を試せ。これもなんかあったよな。でも都市マップで上明日やもんな。一回ちょっとこれ受けてみるか。己試してみるか。よし、行ってみましょう。335。でもこれ前やった時はボロ負けやったけど、もう次はもうそうはいかんねえかな。いや、素晴らしいよ。もう戦いプリがね、行ったり行ったり。ガチボクサーなめんなもん。今ランク高いんだぞ。結構こっちもランク目の方なんやぞ。舐めたらあかん。舐めたらあかん。人生舐めずに。これ舐めて。オッケー。19、14。やっぱ一発でけえの気持ちええわ。一発で大ダメージが出んの爽快やわ。いいね。スタミナ持て余しちゃってね。スキルめっちゃもらえんじゃん。いいじゃん。おのでを試す何回でもできんの？スキルとんでもねえな。でもこれ次やった時とんでもない相手出てきそうやな。で、熊の道これどうなんだっけ？これが？やる気とか攻撃系効果。こちらが有効の間、こちらの攻撃は命中すると相手の素早さが低下。で、これ、彼がこっちを見てるとき、彼って誰？相手か。レップをもう一回こなすことができるトレーニングで得られる力が。待って、これ意味わかんねえ。どういうこと？レップをもう一回分こなすことができるトレーニングで。トレーニングで得られる効果が、あ、そういうことか。では、彼がこっちを見てるときって何？彼がこっちってなんだろうね。でも、このボクサーとかのこのスキルを見てみたいけど、ちょっと一回なんか、これをね、アクティブスキルだけちょっと増やしていこうか。ちょっとこれだけやっておきましょう。同兵。でもこれもつけておきたいんだよな。まぁ、ちょっとまぁ、いろいろやっておきましょうか。なんか時間減ってないよね、これ。時間がね、これもう一回できんのかな。次のファイト前に休んでおくと。ああ、さすがにできないか、連続で。さすがにそれはずるいよな。じゃあ、ミック行って、花はさすがにねえか。さすがに花はねえよな。あなたの血を分けてくれないか。何も言いたことはないな、言うのは一度だけにしてくれ。オッケー。あ、一度だけか。食べ物について聞く。俺に夕食をごちゃ食えないか。金があるんだろ。まあ、あるっちゃあるけどね。これなんか、渡せないのか、お肉。渡せないのか。あ、渡せるわけじゃないんだ。なんだ。行こう。せっかくね、お金渡そうと思ったんだけどな。よし、じゃあ、ちょっと、好きで。あ、そうだ。一個浮いたから、なんだよ、これ。
言うことだって言えばボクシングパンチ、ボクシングパンチ系だからね。だからまあここは火力でいきましょうか。そこそこダメージを与え、相手の耐久力で、これ弱体化もできるからね。 OKOKOK、 技が増えれば多分なんかできることも増えると思うから、 OKOK。 足系か、でもどうなんだろうな。 OKOK。 でもなんか与えてるダメージ多い気がする。気持ちだよ気持ち。あ、でもそうでもねえわあんまり変わってない気がするわ。333どういうこと。なんか攻撃力で回数増えてる気がするけど、いや、なんかめっちゃ受けられてない、俺めっちゃ受けられてない俺めっちゃ受けられてる気がするけど、相手、なんか相手めっちゃ受けられてない、関係あんのかな。3、じゃあ多分板さんもちょっと強いスキルをゲットしようって感じやもんね。じゃあまあ次にやるとしたら、まあでも有効、こちらの攻撃は命中するときと、でもちょっとしたやる気かな。やっぱちょっと上がりにくくなってるから、とりあえず次はに、とりあえず20貯めようか。うわ、もうやー、もう本当に歩きでも関係ねえわ。持っていけだったらさ、ちょっと減るとかないかな。うわ、結局半分失うんかい、結局半分失うんかい、つらつらいな。こうやっていっぱいお金持ってる時に限ってくんだよな、本当に。もうタイミングがいいのか悪いのか、まあ悪いんだけどさ、あいつだと来たら本当によ。いや、しまったな、本当に。もう神出鬼没すぎるわ、嫌なタイミングで来るよな。本当になんかゲーム分かってるわ、一番イラつくタイミングで来るっていうの分かってるわすごいな、そういうプログラミングでもされてるのかってぐらい、すげえいいタイミングで来るよな。で、寝てる最中に試合が始まると。試合の時間だ。テクニシャンか、ちょっと強いね。あー、でもゴーの1回負けたもんな。いけるか、いけるか。スターマー君寝てるけどさっき寝てたから、なんか左にアイコン出てなかったけどおいおい、ボロ負けやないかい。寝てるからか、さっき寝てたからか、コンディション悪いのか。いや、でもさ、あー、もう重いな。やっぱ相手なんか、あれ、ヒゲも生やしてるしさ、なんか強そうなんだよな。攻撃一発一発が鈍いんだよな。やっぱスキル大事だな。だからこの技じゃなくてスキルをちょっと用意しておいた方がいいのかもしれんな。いや、ちょっとボロボロすぎて、ちょっとボロボロすぎてちょっと悲しくなってくるわ。じゃあまあ、徒歩で移動します。じゃあぶっちゃけなんかお金も徒歩も関係ねえんだな、来るときは来るんだな。じゃあまあこれで、まあ運動しようか。運動して、まあちょっとね、これでなんとかしましょう。この状態で、あ、登録して開始いきましょう。346、じゃあこっちは火力高めですからね、いきましょう。はい、10、あ、マジか、13、1、13、いいね、一発でかいね。でも相手もかなり一発でかいね。いいよ、もう攻撃力は同じぐらいって感じか。俺の防御は低いのか。やばいやばい、なんかすげえダメージ受けてる気がするけど、大丈夫か、大丈夫か。やばいやばい、まあ骨折しちゃう、骨折しちゃうよ。序盤までめっちゃいい感じだったよ、序盤めっちゃいい感じだったんだけどな、なんでやろうな。ダメダメよ、ダメ、もう強いよ相手。まあスキルゲットしたからな、新たな効果。あー、トレーニング失っちゃうよ。まあでもここはまあ惜しまない、惜しまない。ここは、あ、間違えた、バイト来ちゃったこっち来ちゃった。まあ試すか、まあせっかく来たんだ俺に試すか。よし、あ、待って、ハートがもうなくなっちゃった、ハートもなくなってた、大丈夫かな。うん、まあいけるでしょ、相手いけるよ余裕。あ、そうだ、体力ねえじゃん。そうだ、 HP ないからやばいな。あ、でも火力高いからいけるでしょ。シュシュシュ、はい、17、1、4、肩肌痛いわ、そんな火力肩肌痛いわな。15、バラウェイバラウェイ、4もゲットしちゃった。スタミナも体力もないよ、体力もないよ。チャイナタン行くか、で、これも回復してもらおう。いや、ファイトリーグ行くのもちょっと大変だね。ちょっと手を貸してくれるか。異物が古い両方。これちょっと高い。1回が高い。まあ今ならもうチンピラ来てくれてもいいよ。今ならチンピラ来てもらっても全然構わへんよ。じゃあまあこれで、まあ、バス移動するじゃん。あ、今お金ないよ。お金ない。今のうちに来てほしいんだけど、なんなら。あ、そう、花持ってるからこれ。そう、簡単じゃないんだ。ああ、まだまだね。花を全部見つけてきたらすごく助かる。花か。でもあと3つやもんな。
でもあとどこにあるんやろうな。まだ多分マップで開放してない場所とかもあるだろうから、ちょっとそこら辺もちょっとどんな感じなんかちょっと気になるよな。筋肉、これまだなんだね。これだいぶ時間かかるね。まあいいや、2階の方で移動して、これちょっと筋トレして肉食ってバイト行くか。筋トレしてギリこれ9上がんねえかな。ギリ上がるよね。オッケー。でもあとなんかバイトしてたらなんか勝手に腕のなんかあれが増えるでしょ。でこれで飯食って、いやちょっとやっぱそうそう、さすがにお金が無駄遣いできなくなってきたね。でこれバス移動します。でこれでパッドトレーニングギリ受けれるよね。オッケーお金ゼロになったの久しぶりだな。オッケー。まあこれでまあいいでしょう。3スキルがねちょっと3か2なのはちょっとでかいけど、オッケー。ちょっとこれ筋トレできるかな。いやちょっとモチベーション下げちゃったのきびいな、このタイミングで。あ、寝ないとね、まあ、やっぱ睡眠だ。ちょっと寝るやっぱ試合前の睡眠こそ思考だもんな。試合前の睡眠は思考だからね、しっかり寝とかないと。オッケー。ちゃんとなんか循環してるね、エネルギーが循環してますわ。いい感じ。で、まぁ、ちょっとまぁ、肉食って筋トレしても、でも多分これあれだな、9になんないな。やばいな、ちょっとこのステータスで、次の試合ちょっと勝てるか不安だな。これなんとかちょっとスキルも上げつつ、次のやつで、でも次のやつで勝ったら、ちょっと試合、366、やっぱもうゴードンなんだな、次のやつは。ゴードンなのか。いや、技が当たればいいんだよな。技が当たればこっちも小規模なんだよ。オッケー。重装。お、強い。なんかわかんないけどうまくいってる。なんかわかんないけど強いぞ。強い。ゴードン、え？一段ダメで勝っちゃったよ。え？いいんすか？強くない？え、なんか、めっちゃ運良かったな、今回。いや、めっちゃ今のいい試合だったね。いい試合でしたね。ボクシングパンチを鍛え、やってもいいけどな。力の数値に依存してダメージを与える。やっぱ力高ければな。でもどうなんだ。でもあとこれも入れておきたい。今後のためにね。ちょっと増やしておきたいしね。ボクサー。で、これも、スロットが一つ増えるから、いいね。だんだん強くなってる感じがするわ。登録。あー、ダメ。アルティメットファイターちょっとまだ不安だから残しておこうか。2日か。やっぱゴードンさん強かったね。あ、でもまだゴードンには投稿を呼ばないのか。でも一回ゴードンさん勝ったからまあ次もいけるでしょ。と信じよう。と信じたい俺は。まあ、とりあえず今筋トレしよう。あの、増やしたからね。結構あれ筋肉も増やしたんで、あ、これでどんぐらい増えるかかな。15% だから結構でかいと思うけど。こっちを見てるときっていうのがめっちゃ気になるけどな。あ、結局何なんだろうね、こっちを見てるときって。あ、でも、なんかちょっと増えてる速さがちょっと速い気がする。気持ちね、気持ち。こっち見てないもんな、この人。え、なんだろう、INGK かな。一体どういう翻訳したらあんなのかちょっと教えてほしいんだけどな。じゃあまあ、こんぐらいまでいけたから、バーも行ってもいいけど、まあ、試合すっか。バー行ってちょっとスキルポイント上げてくるか。カモン。よし。9まで来たからね。いや、ここの敵、あれだね、ちょっと実用、あんまり強くないから、助かるわ、あの、スキル上げに。いやー、助かるわ。俺の潤滑油となってくれ。ありがとな。踏み台になってくれてありがとう。8でしょ？で、まぁ、ちょっと今、時間なんかすげえ潰してる感じはあるけど、でも2日後だもんね。まだまだ、全然大丈夫よ。まあいいや、お金払っちゃおう。でも、ロイとこれさ、行ってさ、バー行ってもいいけどね。バーに向かう。ロイとツルム。でもトレーニング誘うにもな、ダメだもんね。あ、じゃあちょっとまあ、確かあれだよね、バー行ったらさ、このやる気ゲージも上がるから、まあ、これでまあちょっとやる気減らしつつ、修理もしつつ、意識込み直るけ、おい、ちゃんとやってんのかな、これ。ただたださ、逆に壊してんじゃないかなって思うぐらい、全然なんか進展がないんだけどね。ちょっとバーに行くか。など、バーに行かないか。
一杯やっていこうぜ。あ、行こうぜ。楽しそうだね。なんなんこれは。精神が壊れていく描写みたいな。うん、飲み散らかしたってことか。いい日だな。あ、めっちゃ上がるよね、これ。50、15。飯、食ってんのに減ってる。食ってんのに減ってるわ。ここ怖いな。食んなよ。オッケーオッケーオッケー。で、今のうちに、あれを、肉を買っとこう。これが怖いんだよね、地味に。これ3つぐらい買っといて。で、まあ、ついでに、もうバーも行っちゃおう。バーも行って、挑もう試合を。よし。ひたすらこういう試合だ。相手強くないもんね。いや、余裕余裕。これぐらい余裕ですよ。でも、これちょっと HP が減るぐらいだから、全然気にならないからね。はい、15。はいはい、どんどん行っちゃって。いいね、いいね、いいね。この削り用がありがたいね。削り用がでけえわ。全然減ってないもんね。いや、強いわ。で、これで行こうか。ルーキー、本日試合開始。行きましょう。またおめえかよ、ゴードン。でも火力面はこっちの方が高いから、なんとかなる。ひたすら耐えればなんとかなるよ。攻撃を耐えて、相手が避けなければ大丈夫。確率だからね。オッケーオッケーオッケー。避けんなよ、相手。うわぁ、もう相手一発が。一発少ないけど、なんか小技で、連続で仕掛けてくるからね。いいよいいよ、行きなさい。もう俺は止めないよ、お前のこと。いいよ、リミッター解除、リミッター解除。いいね、いいね。すげえ今ダウンして休んでね。めちゃ寝てたけど。相手のスタミナちょっと高えな。大丈夫。あと一回でもダメージ与えれば勝てるよ、多分。あと一回でも、オッケー。いや、強いね。ちょっと最近勝ったばっかで、こう、調子いいんじゃないの？おぉ、どうした？よ、ルキリーグの際入手力だったな。簡単なんじゃないかと差額するぐらいスムーズだったぞ。あ、スムーズなんだ。ありがとう。どうしたんだ、シルバー。なんか困ってるみたいだけど。実を言うと借金のことでちょっと問題があってな。地元の主に大金を、狩猟。これはちょっと高くつきそうやな。どの服で巻き込めたの？大切なのは金じゃなくて戦いのはずだぞ。わかってる、わかってるんだが、どうしても金が必要だったんだ。なんとか助けてはくれないか、その、第三ラウンド中に、昼寝してくれ。え？八百長ってこと？なんだってそのふざけんな顔ぶち抜いてないだけ感謝しろ。嫌だ。俺はここに来てる。あ、やっぱ、否定なんだよね。でも他の方へ助けられないか。そうだね、他に方法があるかもしれない。ミッコのところへ行って、すべて話してくれないか。彼なら何かいい考えを思いついてくれるはずだ。なんかそんな、イベントが。あ、ミックのとこか。ヨージャンプ、なんだか苦戦してみたいじゃないか。どうした？でも、急展開やな。あいつはどっかのギャングに金を借りて、助けを求めてきたんだ。俺にファイトを捨てよって言ってるんだ。八百長してよって言ってるよ。あの男も持ったらチャンプだったんだぜ。そして何もかも失ったんだ。シーバーはもともと俺の教え子だった。そして自分の夢を諦め、リーグを去った時、そのメダルも返さなければならなくなってしまった。そのお前のメダルだな。お前の父が死んだ後、俺はメダルを持ってった。その力を使いにお前らがさんすぎたからだ。正しいものに手を与え、メダルは素晴らしい。メダルってそんなすごい効果なんだ。このメダルがどこから来たのかは誰も知らない。ああ、なんか知らない間にね、持ってたもんね、子供の時に。だがそれを身につけた者のうちに眠る、無限な力を呼び覚ますことが、なんか超常的な力を持つ的な、ドラゴンボールみたいな。古代でこれを守ることを任務とする者たちが常にいた。なんかファンタジーだね、世界線が。そして幾年もの時が過ぎた。メダルを守るべき者たちが変わったのだ。なるほど。変わったのはいいことだ。20年以上の前、お前の父と彼の友人3人がメダルを守ることを誓った。あ、そのうちの一人だったんだ、父さんは。その一人が、あ、ミックさん。それが私だった。私たちは見つかろう。パンチクラブを、あ、なるほどね。ここへな、ゲーム名か。秘密の収集して赤色のボトルキャップが作られた。元はパンチクラブが持つべきものだったんだ。強化な使用もだよ。そして俺はシルバーに渡すというアマチュアを犯した。お前があれを取り、シルバーか。シルバーに返すと言うべきなんだろうな。異物なのか、じゃあ。シルバーのやつめ。なあ、敵はシルバーだ。シルバー、お前の持ってるメダルはどこだ？ミックが何もかも教えてくれたぞ。俺は怒るべくしておきたことか。いいか、俺は持ってないんだ。お前に教えた借金を立て替えるために使用に渡したんだ。あの魔法の誘通の渡したのか、あのギャングに一体何を考えてたんだ。他にどうしたらいいかは分かんなかったな。俺を殺すだけじゃない。家族も殺すと言ってきたんだ。うですげ、じゃあその使用のところ行ってみるしかないな。ちょっとそいつが脅してるとしか思えないよな。使用に挨拶をしに行かねばならない。そうすればいつの日か、ファミリーの一員になれるかもしれない。ファミリーの一員か。なに、逆、スパイ的な。スパイ的なか。カフェ通り。なんか新しいやるべきことが増えましたね。順位上げるのも大事やけどね。だいぶ上がったな、お前。でもこれ新しい、サルベーダーパンチ。これ超強そうだね。じゃあちょっとスキル上げましょうか。スキルも上げましょう。いや、ちょっと気になるな。あらゆるボクシング系。だからこれをちょっとつけといて、で、これで、このスキルをね、増やしておけば、ちょっと次は強くなると思うんだよな。
どうしよう、じゃあ徒歩で移動して、まあ、とりあえずちょっとやることは変わらずに、まあ、ちょっとまあ筋トレを続けましょうか。筋トレ続けつつ、まあ、ちょっとまあ筋トレも欠かさずにやっていこうかな。よし、でここで試合をするでしょ。あと1日、ああ準備万端期間とかあるんや。じゃあちょっとカフェ通りでも行きますか。ここになんか、あ、いた、狩猟。のんきに飯、カフェしてますけど、コーヒー飲んでますけど。チューバーに来いと言われた。俺の必要なものを持っていると言われたぞ。仕事しやって、このままがどれほど巨大な人物なのか想像もできない。ザ・ドン。ドンって書いてますけど。それは本当か。さて、デーナでは確かに持ってる。だが、デーには俺も使い道がある。その代わり何を差し出すというんだ。俺は何を出すか。考えさせてくれ。お前ファイターのようだな。近々大きなファイトの予定がある。お前も参加できるはずだ。新しいやつかな。それに優勝した方がいい。メダルを渡してくれるのか。もちろんだ。ただ一つだけ条件がある。参加するにはプロ資格が必要だ。でもまだカードを手に入れてない。あれ1位にならないといけないのかな。だとしたら残念だな、こいつはもう行け。それと次に来るときはあのカードを持ってくるんだな。あのカード。チャレンジプレイオフで勝たなければならない。そうすればいよいよプロのファイターと頼むことができる。試合なんか新しいやつあんのかな。多分封印されてもう一個のやつだと思うんだけどね。やっぱルーキーリーグで1位になんねえとダメなのかな。例の大きなファイトに参加したいんだ。これなんか強制イベントだと思う。まだカードで、ああ、やっぱカード大事なんだよな。花あるんじゃね。もう花を探してしまうわ。花探してまうわ。ないか。まずはちょっとルーキーリーグ優勝しないといけないしな。まだちょっとね、これ怖い。アルティメントファイトちょっと怖すぎるわ。バーもまだ行けないし、まぁ、あ、ちょっとまぁ、会いに行くか。会いに行こうぜ。で、まぁ、あ、これで、ちょっと時間潰すよ。そうそう、もう手裏完成してもいい子だと思うんだけどな。どうなんだ、まだまだ足りなさそう。でももうちょっとな気がするんだよな。気持ちもうちょっとな気がするけど。恨み俺にこんな重荷を背負わせやがって、この野郎ほらほら、お前も被害者なんだろうけど。ほら、オッケー、1ラウンド中に倒したぞ。本当に強くなったな、お前。セシュラシュ、ノーダメ。強すぎよ、さすがに。ノーダメは強すぎるよ。姫は、ワイワー中で最強だ。これ以上、君の対戦相手を探し出すのは難しいかもしれん。やったん、ご愛勝利。マジか。それか、君はいいやつだとでは思う。それは何を言うだ。まあ、なんか誠実だよね。モテそう。君に頼みたいことがあるんだ。トレーダーパークに暮らす双子の弟がいてね。その弟が隣人のちょっとした、いざこざに巻き込まれている。なんか揉め事ばっかりな、本当に治安悪いわ。彼を助けてくれな。俺もとても助かるんだが。ミッキー。ははミッキーだよ。で、ミッキーに弟言う。お兄さんいたよな。で、うるさくないなら、このキャンプも悪くないかもしれない。キャンプか。なんかいろいろあるんですね。なんか大変そうですね。めっちゃ一言やけど。やるか。いや、ここは、うわぁ、なんか新しく行く場所増えてる。あれか、バイカーのうち弟と、俺話してたかもしれんな。もしかしたら。じゃこれでもう肉買っちゃおうか。で、これでまあ、徒歩移動して、で、これスパーリング受けるじゃん。スパーリング受けて、試合やるか。いい感じ。ベストコンディションじゃない？いいね。ゲージ出す。いいね。これダメ。あ、また、またこれ右のやつ変えてねえよ。技変えてないよ。OK、18。で、これで変えようか。ローキック減らして、どれだっけ？スキルは？あれは？あれは体術、スキルのやつは。あ、でも、もともとついたやつなのかな、なんだっけ、スキルみたいなやつは。なるほど。で、これはまあ、まあ、パンチボクシングも入れてないから、同じでいいのかな。オッケー。まあ、これでいいや。あ、そういうことね。あ、なんか、なんだっけ、鳥のボクサーみたいな、あれは、これはなんだっけ。あ、これは、下についてやつなんだ。命中率がアップする。だから、これがあるから結構、今、いい感じに試合進めたのかもしれないね。やりましょうか。開始。また5万円かよ、ゴードン。叩き潰してやるよ。叩き潰してやる。こっちとら命中率も上がってんだよ。ステータス上がってるからね。勝率グッて上がりますから。16、17。火力高いね。高いね、あんちゃん。いいね。体力半分以上あるから、これかなり、勝ちに近づいてるよ。15、7、全然痛くない。15、ちょっと痛いね。大丈夫？負けない？ちょっと待って。一件減らされたけど。大丈夫？いけそう？いけそうかい？あんた。あんたいけそうかい？
うわ、リベンジ、リベンジされちゃう。リベンジ、あー、大、なんか一発入らなくなっちゃったな。マジか。まあ、こういう時もあるさ。こういう時もあるさ。やばいな、ちょっと、ゲージ減っちゃったな。まあ、ちょっとゴードンに次リベンジするか。リベンジしよう、次ゴードンに。あ、次、日数が、もう、100経っちゃうな。そうそう。そうそう、100過ぎちゃうな。100になったら終わるとかないよね。オッケー。いい感じよ、いい感じよ。やっぱこれ、日数はあんまり関係なさそうだね。オッケー。単純になんか、こんぐらいで、ここまで行きましたよっていう自己満数値になりそうだな。で、ここで筋トレして、まぁ、ちょっと、せっかくね、上げたパワーを上げ直すか。また鍛え直しだ。10でしょう、10、4、4。前回やった時で8だった、9だった気がするが、あんま変わってない気がするんだよな。でもスキル上げておきたいもんな。やろう。もう、知らん。どうなっても知らん。知らん、もうでも、スキルも上げてるから、やばい、もう負けて負けてる。負けてるぞ、ちょっと。気持ちで負けてる。押し倒せ、押し倒せ、押し倒せ。押し倒せ、気持ちで。やばいな。やばい、ちょっと逃げたい。今すぐにでも逃げたい。やらかしたかもしれない。やらかしたかもしれない、俺は。やらかした。やばい、勝てない。勝てないぞ、なんでだ。なんでだ。また骨折しちゃったよ。普段、トレーニング全般の効果が薄れてしまったのはなんともし、新しい骨折方法してるよ。マジか。こんなにボロボロになるとは思わなかったわ。まあでもこれでまあスキルは、まあ増えたからいいね。スキルが増えたから。ああ、間違えた。来る場所間違えた。やばい。やばい。オッケー。危ねえ、危ねえ。危ない、危ない。スパーリングしてもらいましょう。あれ？マジかよ。マジかよ。次できることは、でもそろそろね、ビルも行ってもいいと思うけどね。ミッキーに会うか、じゃあ。久しぶりに。久しぶりにっていうか最初だけど。でもお金も欲しいもんな。で、ファイトリーグ2日後でしょ？まあいいんじゃない？これぐらい行っても。とりあえずミッキーか。何回も会ってるもんね。まあ、なんか歌の顔だけど。あんた兄貴のタイダーニエスの前で来たんだけど。歌はよかった！ミッキー行ってんだ！いたぜ、ミッキー。いい人そうだが、取引するときは少し注意した。あ、なんか、言葉上手で、ちょっと、油断しない方がいいですね。それ何が問題なんだ？このゴミ置き場で暮らしていること以外で。お父さんはボボで、一日でとんでもない応用で音楽を流しているんだ。おかげで俺の方は、自分の曲、騒音ってことか。俺があの世をぶっ飛ばしていることもできる。だからほら、間違って殺しちゃったら、あれだしな。そいつに殺して話をつくれ。かやが、あんたみたいなやつから、あのデカブツを説得できる気がするんだ。おい、言ってること、わかるだろ。なるほどね。要するに力で解決しようってことか。わかった。そのボボに話してみるよ。こいつボボ。そいつはよかった。あんたに俺に何かあげないとな。カードくれたとかしないかな。これはビッグボボ。強そう。強そう。こんにちは。あんたがボボかい？ああ、そうだ。そういうてめえは何だ。俺はスターマっつんだ。予想を外した。そうや、想像とは全く違う人物。ボボ、でもボボってね、なんかドラゴンボールだっけ？なんかいたよね。ミッキーから聞いてね。いや、これはちょっとうるさそうだな。それはそいつの問題だ。俺のしたことやったね。お前もとどろ出ていかねえと、お前の問題一つになるぞ。なるほど、ここにいるのは分別もつかない。ドロボーってわけ、ドワボーってやる。あ、マジでちょっと戦うことになるの聞いてないって。負けちゃう。まあ、足元のやってちょっと。いや、でもいい感じ。でもなんかちょっといい感じなのおもろいな。ちょっといい感じなのおもろいぞ。15、勝てか、これ勝つるぞ。ワンチャンこれ勝つるんじゃねえかってぐらいいい感じやぞ。でも相手結構ステータス高いのにね。ステータス高いのに。これなんだっけ ?30 敗か。やばいぞ。与えダメージ増えるからね。用心せえよ。用心せえよ。いやー、痛い。一発が重いな。勝てる。でも勝てるぞ、ワンチャン。オッケー。ギリギリ勝ったわ。嘘ーん。26。スキルも上がっちゃってね。やり。その額は下げてもらうぞ。いいな。かっけー。もちろんだろ。あ、スターバー様。俺、補聴器が必要なんだよ。もう1ヶ月前なくしちゃってな。難聴なのか。補聴器を見せてくれたらすげえ助かる。ああ、でも、こいつも悪いやつじゃないよ。わかったら手を貸そう。いいことや。ボボに補聴器。のんきに。俺も借金肩代わり、借金のことも考えないといけねえしな。予備の補聴器を持ってるかもしれない。予備の補聴器か。いろいろ考えること多いね。ボボはもう問題にならないはずだ。俺がね、近づけなんとかしちゃいましたよ。本当にありがとう。それでも、すむ気はないないかな。約束通り、お前へのプレゼントだ。欲しいな。エナジーミックスだ。こいつがやっぱトレーニングも役立つはずだ。エナジーミックス。
何ココアみたいな、どういうね、これスキルとかに書いてんのかな。あれか、なんか食べ物で食えんのか。じゃあちょっとスキルツリーでせっかくさ22以上増えたんだから、これにしよっかな。有効な、ちょっともうカフォーカスも魅力的だけどさ、ねレッカーじゃないこれ、こちらが外した攻撃は通常の半分のエネルギー、あ外した分のエネルギー消費か、強強ってね。相手のエネルギーにより大きなダメージを与えることができる。大きなダメージを与えてんな。これ解放しようか。いやーちょっと、やっぱ熊の道はちょっとこれ全部、やろうと思ったら全部解放してよな。やる気とかも、マッスルメモリーもあるしね。いや、ちょっと楽しみだな、今後が。